発表会動画も第2弾。前回古着屋さんを紹介した次は吉祥寺の人気ラーメン店をドドンと4店舗紹介だ。飲食店部門ラーメンリセンクということで、では内田直樹さん制作されましたラーメンショーを見ていきましょう。地を取って、市場上の中でも代表するお店を作りたい。制作した感想を一言お願いします。実際には結構店の中忙しそうで、その中で VIE 時間を作ってもらってインタビューさせてもらったので、そこら辺のあそこにデータマークのやり取りを動かしたのがありました。サンロードで人気の豚骨店打倒一蘭のこだわりが見えたね。営業時間の中、店内でのインタビュー緊張したかと。ではラーメン部門いきましょう。磯部力さん、都内でも呼び込みの風に入るぐらいの濃さを意識して味もあって、はい、まあもう食べてるから分かるっしょ。舞踏家さんの店主さん、ちょっとこわもてだけど実は優しいんだね。厨房に入らせてもらって貴重な動画ですわ。では次行きましょう、はい、平山よしきさん。まあ、それぞれ好みに合わせてカスタマイズするっていうスタイルですので、店主の方もリラックスしてインタビューを受けているように感じました。洞窟屋さんは僕も朝ラーメン食べに行ったことがあるんだ。永井さんありがとう。篠崎亮介さんの聖剣前ラーメン見ていただきましょう。ラーメンが好きで全国食べ歩いてて、新宿で仕事何したかって時に、ここのお店を選んだ理由は何ですか？店を選んだ理由は、まあ、僕がよく知ってて、何回か行ったことあるお店だったので、せっかくなという感じです。名前の通り、何しろ整形近くて、安くて美味しい。僕も授業の前に行ったことあるんだ。店主さんの貴重なインタビュー。豚骨、家系に二郎系、激戦区、吉祥寺のラーメン店の個性が光る動画でした。店主の皆さん、みんなありがとう。取材したラーメン好き男子たちもお疲れ様。ラーメン食べたくなる時間だったよ。発表会と制作動画をセットでこの先も順次公開していくのでお楽しみに。